おはようございます。上中部です。今日はね、来年度の新しいクラスについて、説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。来年度、動きを中心とした、クラスの方を開催、させていただきます。エランパフォーマンスクラスっていうんですけども、専門のね、アスレチックトレーナーの方が、ついてくれて、サッカーにおけるですね、運動能力の向上、スピードの向上だったり、アジリティって瞬発力だったりとか、あと反応速度を上げたりとか、そういうクラスになっております。新しいコーチというのがね、 YSCC とかでも、トレーナーをやってくれてるハリマ工場コーチという方に、お願いをしようと思ってます。まずプロモーションビデオがあるので、まずはこちらをどうぞ。何事もチャレンジすることが一番大切です。僕自身小学生の頃からサッカーをやっていました。夢はサッカー選手になることでしたが、怪我などの影響ももちろんそうですが、残念ながら夢を叶えることはできませんでした。しかし現在はサッカー選手などをサポートするトレーナーを本業としてやっています。その中で選手のパフォーマンスを上げるためにはどうしたらいいかということをより考えるようになりました。小学生の時から走り方やステップ、アジリティの部分をもう少しやっていればもっと変わったんじゃないかなと思うことがありました。なので、小学生年代の、神経系にとっても、著しい成長が見られるときに、もっと取り入れた方がいいというふうに思って、このスクールをやろうというふうに決めました。人間は最初から何かできるわけではありません。できないことに関しても、まずはチャレンジをする。その中から成功したときの喜びや、できなかったときの悔しさなどを感じて成長してほしいなと思います。必ずやれば成長できます。皆さんも僕と一緒に本気で夢を叶えましょう。はい、いかがでしたか。サッカーと動きというのは切っても切り離せないところではありますし、小学校の低学年の頃にですね、そういった刺激をたくさん、入れることで、一回ね、金岩、接骨院の金岩先生ともお話ししたんですけど、そういう刺激の方をたくさん、入れてですね、技術とすごく密接に関係してます。動きの方は、こちらをしっかりと鍛えておくことで、伸びしろがこうぐんと上がってくるっていう風な考えでこのクラスを担当してもらいます。体験がね、4月の22日木曜日のスポーツフィールドで5時から6時を予定しております。お申し込みの方は概要欄のホームページからエランのフットボールクラブのお問い合わせフォームでよろしくお願いします。一応最低開催人数とかもあるんですけども、やるようになったら5月から隔週で月2回でやっていくようになります。しっかり個人にアプローチしてみてくれると思いますので、まずは体験の方にご参加ください。それではよろしくお願いします。ありがとうございました。